猫ラーメンは、ソニシケンジの4コマ漫画、およびソレのアニメ化作品である、コミックブレード、まさの休館後、月刊コミックブレードに移籍。同誌にて連載していた、猫ラーメンの猫カレーは、引き続き連載。本編のほか、4コマではない、ショートコミックスペシャルが合わせて掲載されることが、何度かあった。月刊コミックガーデン2017年3月号から、タイトルを新たに、 真相回転。猫ラーメンにして連載が復活。同作は毎月30日更新でウェブコミックサイトマグコミに遅れて無料公開されている。またスピンオフ作品として大賞の過去を描いた猫ラーメン物語子猫のトーマスが無料ウェブコミックしエデンにて2011年7月22日より連載されていた。サラリーマンの田中さんがある日入ったラーメン屋は 猫が作る猫ラーメンだった。人間語を話し、大将と呼ばれる猫の店主と田中さんとの珍妙なやりとりが展開される。フレンチ関係者店主が猫という一風変わったラーメンや土日はブッフェ形式にしている。ネット通販やグッズ販売なども行っている。世界のラーメンフェアセットメニューコースメニュー配信メニュー開発、メニュー開発途中で開発を断念したものも、 含まれている。以下のほか足湯ラーメンなども存在した。二号店のように兼ねることはないが、たまに特別コーナーが設置されている。猫ラーメンの二号店。日本人は、ラーメンの4倍はカレーを食べているということで試しに、やってみた店。猫ラーメンとは別の店舗で行っている。本業の合間にやっている店なので、客がいても構わず、本業に戻ることもある。 ワッシーの実家がスポンサーになっている。ご飯のお代わりはプラス300円。福人付けなどもついている。辛さも選べるようになっている。カレーのお代わりはプラス600円猫カレーの店舗で大将が一時的に始めたケーキや、田中の案でできたカレーケーキの店。メニューショートでアニメ魂の中の短編アニメとして放送。1話2分30秒。 全13話のフラッシュアニメーション。各話ごとに、新鋭のクリエイターを起用した共作となっており、それぞれの作家の個性が出た異なる作風となっている。第2弾として、前作と同じ1話2分30秒。全13話のフラッシュアニメーションとして、ネコラーメン俺の醤油味が制作された。主題歌やキャストは、前作と同じ。2007年6月22日より、ギャオにおいて、 毎週金曜に3話分を配信した。また、8.9月に ATX の CM 枠内で放送されている。2008年11月14日からは、アニメ魂を放送していた BS 朝日のブロスタ。TV の中で2話連続で放送。ネコラーメン大賞として、川崎みの監督で制作され、関東地方では2008年11月29日公開。 近畿地方では2009年4月4日公開。主役の大将以下、猫役には操り、人形の一種、ギニョールを使用している。大将役の古谷徹とその父である、将軍役の加藤製造というキャスティングについては、巨人の星ファンである川崎実のるの意向が働いている。2009年5月29日 DVD 発売。 CM に引っ張りだこのスーパーキャットモデルであった父の元で生まれ育った大将は当然のように父と同じ道を歩まされる。だが父のスパルタ教育に耐えられなくなった大将はついに家出をしてしまう。その後は様々な職を転々とするもどれも続かず、しまいには空腹に耐えかねて橋の上から身を投げ出して自殺しようとする。だが、 そこで偶然通りかかったラーメン屋の親父と出会い、その店のラーメンを食べさせてもらったことで、大将はそのうまさに感激し、心を入れ替えてその親父の店で修行に励むようになる。やがて大将は日本一のラーメン屋目指して独立し、猫ラーメン大将という自分の店を構えるようになる。猫が作るラーメン屋として、マスコミにも取り上げられるなど評判となったが、 ある日、突如店のそばで同じく猫が作るラーメンや、本家猫ラーメン将軍が現れる。味のうまさ、パフォーマンスが話題となり、大将の店はみるみるお客を奪われる。そんなライバル店の店主は、なんとかつてスーパーキャットモデルとしてもてはやされた大将の父であった。しばらくして、父の店は繁盛に次ぐ大繁盛。一方で、大将の店は観光庁がなく、 という状況に陥る。そんなある日、とあるテレビ局が猫ラーメン対決なる特番の企画を持ちかける。大将は自らの店を再び繁盛させるため、父を倒して存在感をアピールせねばならない。一方で、父は息子に引導を渡そうと企む。こうして二人の対決が始まる。勝負の日まで一週間、大将は極上のラーメンを完成させるべく、 全国をあん略して、最高の食材をかき集めた。だが、それでも、納得のいくらラーメンができない。失意の大将の前に、かつての恩人、ラーメン屋の親父が現れ、親父は再び大将にラーメンを食べさせる。そのラーメンを食べた大将は気づいたのだった。自分が求めていたラーメンとは何か、を。そしていよいよ勝負の日が来た。大将は父に勝つことができるのであろうか。 マックガーデンより、ブレードコミックスとして刊行されている。猫ラーメンの連載が終了した後の2012年7月号から2014年4月号まで連載された動物ミステリー漫画。現在2冊出ている。猫ラーメン大賞に関するカテゴリー。ありがとうございます。